サーヴァント、アベンジャー、グッサマ求む。あ、違う。ジョフクだよ。空、水着だよ。喜べ、喜べ、泣き叫べ。照れてんだろ。照れてんだろ。あ、ほら、やめろ。背を向けて肩をすくめるな。はい、泳げるタイプの水着。まあ泳がないけど、グッサマ人形が濡れちゃうし、波打ち際でチャプチャプ遊びくらいはしてもいいぞ。やる？はい、次行ってみよう。サクサクとな。最終形態だぞ。どうだ、可愛かろ？ちょいこら、なんだその雑な返答は。この可愛さフルパワーを見て何とも思わないなら、貴様は心が死んでるぞ。まあ、欠点として、真っ白白左衛門すぎて、うかつに焼きそばとか食べられないんだけどな。と、いうわけで、なんか食べさせろ！はい、あーん。夏だ、海だ、水着だ、とか、どんなものかと思ってたけど、なんか割と悪くないよね。マスターさんが浮かれるのもよくわかるぜ。生きてた頃は仕事仕事でどうにもならなかったからな。というわけでお主には、ジョフクちゃんを存分に遊ばせる役目を負わせる。勇気に計らえ。はい、強くなりました。ほらほら、もっと種火よこせ。レベルアップ。ジョフクちゃん、どこまでいける？マスターさん、出撃だぞ。主従関係って、今更そういう関係でもなくない？このジョフクちゃんが従者とか、ちょっと贅沢すぎると思うぜ。マスターさんとの関係か。関係、関係。どうなんだろう。一緒に遊ぶと楽しい。見知った他人みたいな。それはもう他人じゃない？じゃあ、なんだろうね。くそだー！この重複、水着になって再発売ですよー！違った、再登場だったともかくグッサマと同じく水着になったことで浮かれてまーす幸せー、いつものグッサマだお美しい。アベンジャーなの忘れてしまいそうだぜ。ん？グッサマに恨みとかないな。とりあえずマスターさん恨みますってことでいい？
ダメか。水着の具様だ。水着でお揃い。もう我が世の春が来たって感じだぜ。いや、夏なんだけど。スペースジョフクちゃん？何のことかさっぱりですな。スペースジョフクは銀河のジョフク？知らないな。しかし水着多いね。ねえねえマスターさん、ぶっちゃけどの水着が好みなの？いや、別に興味本位で聞いてみただけだけど、上位3人とか発表できる？できない？ダメか。じゃあ私の水着何位くらい？これもダメか。お堅いなあ。もうそこは1位って言えよな。ああ、ジョフク殿おめでとうございます。え、いえ別段何も。めでたいとは思いますよ。悔しそうにされても困るのですが。わかりました。仕方ないですね。うん、悔しい。ご満足いただけましたか？好きなことはグッサマ、グッサマのすべて。嫌いなものは過重労働。というわけで適度に休ませろ。聖杯か。マスターさんは何か願い事あります？私今んとこは特にないから、サクッと叶えちゃっていいですよ。イベントだってさ、素材仕入れの時間だぞ。マスちゃんいる？遊びに来たぞ。はいはい、ジョフクちゃんに任せなさい。遊びに来たので構え。なんだそのうざったそうな面はよ。レポート？しょうがない、手伝ってやるから遊ぶぞ。あ、マスターさんお帰りなさーい。ん？そのせんべいはどうした？ああ、紫式部さんが持ってきてくれた。マスターさんに。え、なんで？あげないぞ。美味しいんだもん。うわ、取るなー。マスターさん、せっかくこのジョフクちゃんが水着なんだからさ、ちょっとは外に遊びに行こうぜ。嫌ならいいけど。嫌じゃない？だろう？じゃあ行こう行こう！私たちの夏はまだまだこれから！